皆さんこんにちは、ここは三重県の桑名市、JR の桑名駅です。1年ほど前に楽しすぎる踏切という動画を上げてるんですけども、この近くに踏切があります。その踏切には3路線通ってるんですが、それぞれの路線が全て線路の幅が違います。近鉄、JR、三岐鉄道なんですが、そのような場所は日本で唯一ここだけだそうです。それで今回また再び来た理由は、その踏切よりももう少し南に歩道橋があって、そこからよく見えるという情報をゲットしましたので、改めて撮影しようと思いやってきました。この図のように3つの路線が1つの踏切に通っています。その踏切よりもう少し南に歩道橋があるそうです。それを今回見に行こうと思います。3種類の線路幅はこの図の通りです。近鉄が一番幅が広く、三岐鉄道が一番幅が狭いです。実際に現場で写真を撮ってみました。だいたい同じぐらいの高さで撮ったんですが、上から三岐鉄道、JR、近鉄です。はい、改札を出ました。ここは JR の方なんですが、近鉄とも駅が一体化しています。すぐ隣が近鉄の改札です。線路をここから見下ろすことができます。今黄色い電車が止まっているのが三岐鉄道です。すぐ下が JR。 右の方が近鉄です。駅を出てしばらく歩いていると、西桑名第2号踏切にたどり着きます。ここよりももう少し南に歩道橋があります。おそらくあれのことだと思います。歩道橋というよりも自動車道の横の歩道部分という感じです。この階段を上がっていきます。ここは線路をまたいでいますので、確かによく見えると思います。さあ、いよいよです。どんなところでしょうかと思って、いざ着いたらちょっとがっかりしました。場所的には最高なんですが、フェンスがついています。この網があって、見るのは見ることができるんですが、ちょっと撮影するにはちょっと問題があります。こんな風になってしまいます。
ちょっとどうしようかといろいろ悩んでいるところです。この網の目の間から取ろうかとも考えました。カメラを片手で持って高く上げてフェンス越しに撮影してみました。低いところに隙間がありましたので、そこから撮影してみました。ちょっと座り込んで撮影になりますので、後ろを行き交う自動車からは不審者のように思われていると思います。